僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちはどうぞ令和5年の5月10日に収録を行っています今回のテーマはプーチン大統領大洗町にて敗戦ということなんですがこれなんですか、うん、あのねまず、えー、昨日ね、はい、まあ一応日本時間で昨日まあモスクワなんで あの例えば真珠湾とかアメリカの東部に比べると時差はそんなにないですよね。あの時差ってこっちに向きなのでだからちょっと余談ですけど日本とハワイモスクより近いんだけど時差はこう回るからハワイが一番時間が違うんですが。も、はい、んであの普通に日本時間で言っていいと思うんですけど昨日ロシアで戦勝記念パレードっていう例年の。 いわば、うん、通りにやったんですよね例年と全然違うんだけど、はいはい、まあ僕はもうすごくびっくりしたええー、そうなんですか、うん、どこら辺がえっとですね<う>まず戦勝記念って何のことかというと大体ソ連もロシアもほとんど戦争を勝ってないんだよね中国は、ま、あの全く勝ったことないですけど、はい、それよりマシっちゃマシなのが一つだけあってね、うん まあ1.5だ0.5、はい、っていうのは宇宙に最初に行ったんですよ、はい、当時アメリカとソ連が宇宙開発競争をやってたっていうのが不正確でアメリカはそれほどのめり込んでなかったところがケネディ政権の時にあのガガーリン少佐っていうソ連空軍の,の宇宙移行書を載せて地球を周回したわけですよねで僕はその時、はい 盲腸が、えっと、ホームドクターによるとあのバナナよりも大きく腫れてたっていう、はい、まあ言ったよ、ねはいうお話いただきましたねお腹痛いで、はい、お腹痛いっておふくろに言ったら「はい、男の子が痛いって言うな!」って言われて、はい、<laughs> でじーっと我慢してたらで学校もはって行ってたらそんなになっちゃった、はい、ちょうどその時の出来事ですか それよりはだいぶ後なんで、はい、なぜかというと入院したでしょ、まあはい、死にかけて、はい、そうしたらあの小学校の同,同級生とかもいっぱい見舞いに来てくれてその時に本の差し入れがあった、はい、その本が「地球は青かった」っていうね素晴らしいタイトルの、うんはい、本当はああいうタイトルの本出したいよね、えー、ガガーリン少佐のこととそれから「ゴダード博士」っていうね、うん ロケットの先駆者がセットになった、うんはい、ゴダード博士が後ろにくっついてたんだけどでも「地球は青かった」の中身よりもゴダード博士の方を覚えててあのちょっと話それていい一瞬だけゴダード博士が子供の時に小学校から通信簿を持って帰ったと、ね、そしてあのお母さんがそういうなを恐る恐るゴダード後のゴダード博士が見てたらお母さんがじーっと見てて。 笑い出したと、はい、あまりの成績の悪さにこの子は特に数学と物理が全くできないってだってた <laughs> へあそれが後の人類にロケットをもたらした人になる、はい、それがすごく印象に残ってたんだけどこ、えーはい、の「地球は青かった」って日本でも大ベストセラーになった表紙はよく覚えてるあのガガリン少佐が宇宙空間に浮かんでる写真でそれでケニディが怒って。 じゃあ,あの月にはこっちが先に行くべって言って、うん、で月には最初にアメリカが行ったわけです、はい、だからこれ0.5なんで1は何かというと、はい、これがナチをやっつけたうんでそれによってあのヒトラーが自害したんではないんだけどヒトラーが滅んでいくナチス・ドイツが滅んでいく最初のきっかけは冬の。 あのソ連ロシアにナチの軍勢が入っていって、うん、ナポレオンと同じように雪に阻まれてて敗退していく、ね、だからこのナチにウクライナ戦争は実はナチに勝つ戦いなんだってよく言ってたんでしょう初期に、はい、日本でもネットでそうだそうだっていう人がいっぱいいた,た、ね、今はもうどなたも押しらなくなったけど一体どうしたことでしょうか、はい、それで 話を戻すと戦勝記念日って要するにこのことなのよ対ドイツ対ドイツに勝ったんだっていうのがこの5月9日ってことになっててそれでも大々的にソ連時代からこの独裁政権素晴らしいんだっていう催しにしてるわけですよこれはつまりはどんな無理をしててもこの5月9日の軍事パレードだけは全国でやるわけ モスクワだけじゃなくて、まあ、20プラスアルファの都市で、はい、の軍隊がそれぞれパレードをして、うん、各軍区にいる、まあ、極東ロシア軍も含めてそういうところでパレードして、うん、さらには息子を戦死で失ったお母様方がパレードをして、はい、不滅の軍隊と称してね、うん、それをやってきたのが今年昨日ね、はい 今戦争の真っ最中なんだけど、まあ、信じられないことが起きたのはいまず戦車がいないはいそうでしたね一台 <laughs> その一台で、はい、もまあ世界中がのけぞったと言っていいと思うんだけど、はい、これが T34 っていうね第二次世界大戦当時の戦車なんだ、はい、で。 まあ簡単に言うと最新式の選手はみんなウクライナの側には、うん、そのドイツの選手をはじめイギリスの選手もアメリカの選手も入ってきてそれがい、はい、あのトレーニング終わって出てくるんでまさか T34 でハムカーわけにいかないからそれ全部送っちゃってて5月9日だけ戻せばいいんだけどそういう路地がもうないんだよ路地っていうのは燃料もなおそらく足りなければいろんな備えが全然足りないので。 変だと思うんだけど考えた末に出してきたのが T34 それであのまさか T34 をいっぱい出してくるわけにいかないし残ってないし大体博物館入りなんだからすでにだから博物館から出してきたようなもんだしもしも無理に集めて T34 並べたらやっぱり頭がどうかしちゃったんじゃないかと思われるからいやまあ シンボライズさせるつもりで出したんだ。なるほど。それもナチを打ち負かしたんだと。うん、ね。はい。ソ連邦のね誇りなんだと。うん。それがもうこれで全部バレちゃったのが、ああもうプーチンさんはお笑い町に勝てないんだなと。お笑い町って何のことと。はい。思う人も多いと思うので。はい、のはい。お笑い町。実はこういうアレベがありまして。はい。ガールズ and パンツァー。 えっと、僕には悪い癖があってですね原稿行き詰まるとじゃなくて最近は原稿に行き詰まる時間もないい、<laughs> 書く時間がない書く時間がないんだけど夜中にもう誇張じゃなくて3分とか5分とか、はい、あ,のある時に何とか原稿を書こうとすると見たくない映画を見るっていう癖がある <laughs> 謎の癖ですねはい。<laughs> これはでもね多分物書きを仕事にしてる人で理解する人は多いと思うんだけど数学者って誰でも数学特許の方が好きで数学者になるじゃない。でも変な日本語ですけどなりすぎるといざとなると数学見向きを見たくないになっちゃうとう。でそう言ったらあのこの人気アニメにあの。 まるで <laughs> るあのよくないこと言ってるみたいになっちゃうけど <laughs>、はい、つい見ちゃうのがもうやめたその話はやめた <laughs> でもこの「ガールズパンツァー」ってだ、はい、だか分からないけけどどよく見ちゃうんこれがですねは、はい、あの茨城県のお笑い町が、はい、あの観光資源として、まあ、上手に生かしておられて、うん、そこに出てくるあこれあの。 文字どおりあの女高生が戦車隊になってなんとも言えないファンタスティックな戦車戦をやるんだよ。そうなんと三浦市とかに見たことないということを、はい、別にあの無理に見なくていいと思うけど、はい、優斗君ここにいるんですけど彼はあのー、見てるんだよねいや初めて知りました。ああ初めて知った <laughs> やべえ <laughs> こ,この回分かってもらえるかな。<laughs> それで大笑い町にそのアニメに出てくる戦車が展あの絵だよ展示してあるだけじゃなくて、はい、時々自衛隊の戦車も展示されたりするんですよ。うもうこれでお分かるだと思うんですが、はい、プーチンさんの敗戦はこの大笑い町との比較でだって T 三十四一台出してくるってアニメのもたらす だかどそれももうあの兵士の数も大激減それから二十何カ所でやってたのも全部パーねでさらにプーチンさん自身がこれねみんな思ってることなんだけどつまりみんなっていうのはこの場合はプロの人々。 インンテリジェンスとかあるいは軍の中の情報部門とかあれ本物かなっていうね。武者の可能性がで、はい、それはあもうあの本当のところは分かりませんが分かりませんがですよ、はい、昨日ね、はい、この9日ね、はい、収録を一旦中断して。 経済産業部会行ったじゃないですか、はい、でその後に怒り抱えたままその後に続いた外交部会に出てですね、はい、自分が怒ってるっていうの分かったからすごく抑制的に質問した、はい、その効果なのか外務省の話の中に「えっ?」っていうね、はい、話の中にってまあ僕の質問に答えてなんだけどあ話が。 出てきたんですよ外務省としてはあのたくまずに計らずにそうなったってことだろうと思うけどこれめっちゃちっちゃいですけど分かりますよねこれ例のクレムリンの上を襲撃したという、はい、ドローンの攻撃ですねこれはもう世界が知ってる映像なんだけど外務省が昨日つけたもう一枚の紙があってですね、はい、これ 4月28日、つまり日本で言ったらゴールデンウィーク入りの直前から、はい、金曜日からですね連休の後半の,この短い間にこれだけ爆弾爆破とかそういうテロと思われるような事案が起きてるわけこれね、あのこんなに整理して出てきたのは僕、初めてだと思うんだけど。 レニングラードはもうとても大事なレニングラード州も大事なところだけど、はい、送電線がここにはっきり書いてる通り爆破されてる<ー>完全にテロですよね、はい、それから線路で爆発が発生2日連続<ー>線路は普通爆発しませんからこれはあの人が乗ってないといけない貨物列車でも、うん、でもねあの貨物だから人的被害は少なかったのかもしれないけど もうこういうのとかもいっぱいあって、その中で大事なことはね、ガミさが問わず語りに語ってる話があって、例えばここにね、はい、ウクライナ軍の無人機がこの石油貯蔵施設を攻撃したと、はい、つまりここはウクライナがやったと言ってるわけ。はい、ところが、こっちのこの写真のクレムリンの上のドローンについては、 このクレムリンに無人機2機が攻撃と書いてるだけで、はい、ウクライナ軍がと書いてないでしょつまり、案に、うん、まあ日本もあくまで推測の憶測じゃないですよ根拠があるんだけど推測2機は出てなくてもウクライナ軍によるプーチン大統領は、うん、ウクライナ軍が攻撃した攻撃したと言ってるけども日本政府はあまりそう思ってない。うん そして、それがさらにもっと色濃く表れているのが、はい、ここに、ね、モスクワから一番近いウクライナの国境線まで、なんと500キロある、500キロ、はい。で、これははっきりあの僕の質問に答えて、昨日の外交部会で外務省の幹部がおっしゃったのが、とてもじゃないけど、ウクライナから発射したとは思えません,ん ね、でさらにあの、はい、僕はここにレンリってごちゃごちゃ書いてるけど聞いたのが、はい、あの一部の味方であのロシアでこの間からやったやったと言ってる国民共和軍なるもの、ね、じゃあその国民共和軍がやったかどうかを僕は聞いたんじゃなくて実在するんですかと聞いたらね当然外務省はあのいやそれはあのなかなか分かりませんって答えなんだけども。 犯行声明の裏が取れない、うん、実態が全くわからないこれはね、うん、外務省の言い方を聞き慣れてないと分かんないこういう場合に日本国外務省が防衛省とちょっとまた違うんだけど外務省の言い方で実態が全く分からないっていうのはイコール実態がないと言ってる人しい、うん、存在しない実態が分からない。っていうのと、はい、実態がま 全く分かりませんっていうのと違うんうん微妙な日本の外務省用語で、えー、実態が全く分かりませんっていうのは実態がないだろうと、えー、でらにね外務省官房公務をしゃったわけローンウルフ、はい、最近はローンオフェンダーって言ったりしてるけど、はい、まあせいぜいそれかもしれないですね。うん とといいうことは、はい、ウクライナ軍でない、うん、それからあープーチン政権に反抗するロシアの反乱軍でも恐らくない、はいね、そうするとあと何があるのかとなると、はい、あのそこをちょっと、まあ、大げさに言うと突っ込んで聞いたところ「はい、モスクはしないから」 発射したと思われるっていうね。うん、もちろん非公式な説明ですよ。ですよ。はい、これはえらいことですよね。うん、モスクワしないって簡単に言うけど、はい、東京都内から発射されました。などと違って。うん、あの、今のモスクワってまあ元からそうだけど。はい、まあ戒厳令ではないけど、近い状態ですよね？ま、うん、この東京で渋谷区でなんか発射された後全然違って。はい クレメリンに近いモスクワ市内から発射されるって言ったら。うん、もう残り二つしかないんだよ。うん、何だったの二つ。って軍の内部とかってことですか。うん、その通りなんだけど。うん、軍の内部とは考えられない。うん、その残る一つは。民間の軍の。ということは。はい。ワグネルの組織ということですか。うん、はい。ワグネルの可能性が。 高いいっていうことを外務省は、いや、そのこと言った覚えはありませんとおっしゃるでしょうが、うん、このこの地図とか、うん、から昨のの外交部会でのちょっと手の内をさらすのもよくないと思うけどこっちは工夫して質問してるからね、うん、工夫って言って別に企んでって意味じゃなくて外務省が勝手なこと言えませんから、評論家じゃないんで。はいだ 聞くには聞くだけのノウハウがあってでそこから出てきた僕は導くことができるのはワグネの反抗説だねプリゴジン氏が動画で「弾がない」って言って激怒してましたけどあれとも繋がってるんでしょうかまあ彼は全くの嘘つきだからはいあんなの,あの片りも信用できないよ大体彼は来年3月の大統領選挙に出たいって野望があるというのをみんな知ってるような人だから。 あの映像を見て彼が大統領選挙に出るって想像できないでしょ <laughs> 本当ですね、はい、でしょ <laughs> でもロシアでは別に信じられないことじゃなくて彼がそう野心持ってるのは間違いがない。うん、ではっきりしてるのは軍事パレードの異様な縮小そして博物館から戦車を出してくるような姿、はい、だからプーチン大統領の演説に 全くの迫力はないうんだから自ら禁じてきた戦争って言葉をわざわざ使う、はいね、もう追いいい込まれたのは間違いはないうんだから今あの三浦首が言ってくれた名前はワグネルの,あの創設者創設者って言ってるけどオーナーだよね創設者権はい僕は独立総合研究所の創設者だけどオーナーではないでも彼はオーナーですよつまり 負けてる責任をショイグ国防大臣とか最終的にはプーチン大統領に押し付けたいんで、うん、つまり戦争屋ですよ彼はアフリカで仕事も設けてきた戦争屋の彼から見てもうあのリカバリーできる見通しがないんでだ,、うん、だから弾がないんじゃなくておめえのせいだとやってるんで。うん あのー、違う動画で申し上げたとおりウクライナの防空網が持ち,こたえる持ちこたえるというレベルじゃなくてウクライナの防空網に西側が今みたいに援助疲れとか言ってないで支援疲れって言ってないでちゃんと継続できればだけど、はい、このロシアの空軍力が生かされないまま プーチン大統領がワグネルを含め内部からで今それはないって言ったらロシア軍の中の反乱が違う形で起きてっていうことはあり得るっていうことが分かった世界に分かったつまりあの極端な分岐点にあってウクライナの赤ち,赤ちゃん妊婦がまたまたじゃなくてもっとひどい空爆にさらされるっていうあの戦況の転換か プーチン大統領が殺されるか何かでいなくなってうんぬんっていうどっちかの両極端の分岐点に立ってるっていうことが昨日のパレードでまあ分かったで一つはやっぱり人間滅びる時はこんなもんかなと思うんだけどあれ全部やめればよかったんだよね。パレードってこととですね今あのロシアは危機にあると そして最前線で若いロシア人が泥にまみれ血にまみれその中で綺麗な服を着て安全なモスクワでクレムリンにドローンが来たと言っても綺麗な格好してパレードするわけにいかないとだから全部中止だと言っとけばばレれなかったのにやっぱ独裁者ってなんとか自分を権力の座につなぎ止めたいから。 パレードをやってしまったために、はい、それがよく分かったということだと思います。うんどうですか？はい。うん、ありがとうございます。あの状況がね、両極端な状況という話でしたが、うんうん、前回の動画の内容ともつながって、今、うん、まさにその選挙がね、どっちにこう転ぶか決まる時なんだなっていうのがわかりました。うんうん、で、はい。その通りなんだで、そこで実はもうやっぱキーパーソン一人しかいない。 それはミスターバイデンだ、はい、バイデン大統領がもう本人最終的に任期はあるのは86歳になっちゃうけど次の大統領選挙に出るって言っちゃったからその来年11月に迫ってくる大統領選挙にとってどっちが有利なのかも含めてウクライナに防空網が立たれないように核戦争の危機まで犯しててこいするのか。 いや、こうなったら、プーチンさんが使うのは、やっぱり書くしかなくなってくるから。はい、いや、それとももう自然に任せてなのか。によって、世界が変わるよね。はい。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日の内容以上にしまして。ええー、コ岡サラムにいただいた感想をご紹介します。いや、そう。はい。はい。面白かったです。<laughs> あ、二品のギャグがじゃなくてですね。分かってない。<laughs> はい。<laughs> 過酷な運命の闇の中に光がありそれを希望へ変えるその過程は一人では変化させることができないそのように感じました30年近く2軒の家屋が土壁と板で仕切られたところで生活していたので 春子さんの長屋の生活をそのまま経験したわけではないですが経験せざるを経験するのが想像力を使い、うん、春子さんの気持ちに寄り添いながら読みました独独、はい、後真っ先に浮かんだ言葉が、うん、孤でではなく独立でした。 このような物語を想像できる青山さんに断筆させてしまっていることに主権者の一人として責任を感じていますいやいやいや、なことないですそれはもう全責任は私です青山さんの新しい物語をこれからも期待しています、うん、ありがとうございましたという感想いただきましたありがとうございます,います匿名でね、うん、<laughs> 匿名で次を出すということですねはい、はいはいえー、そしてチャンネル登録シリーズです今回のお話は何でしょうかはい、ええー、今日はですねはい 今あの周りでみんながプッと吹き出したんだけど東南アジアの亡国っていおうかと思ったぐらい、はいうん、ねその国の人にとってちょっと嫌かもしれないけど、はい、まあこれ何でもありのままに言ってるからね、はい、あのイスラエル軍の兵士に殺されそうになったことまで言ったから、はい、あれのままに言うとですねあの財界人の。 集いに招かれたんですよ在海人の方々が夫婦で海外旅行されるとで招かれたりといっても全部払うんですよもちろんねでそのただで行ったら僕は絶対しませんからでもそこの会社のね大企業の,あの秘書室がセットアップしてくれるからそのホテルもまあそのままもちろん受け入れますよね。はい まずねあのちょっとつらかったのがすごいこう貧しいいを通っていくんだよね、うん、でその先にね、まあ、リゾート開発してあってよくあることだけどさすがにブランド名言わないけど高級ブランドが直接経営してるホテルがあって、はい、でパッと行くとね青い海、ね、白い砂ひょっとしてどっかから持ってきた砂かもしれないけど。はい まあ日本だってお台場それで素てなホテルでねあの風が気持ちいいハワイほどではないけどハワイは世界の例外だから本当に米軍基地に行ってもそうだからねでまあ風が入る室内になってていいよねって言っててそれで青山チャラカザと2人でね 晩飯とかみんな楽しく食ってあその前だその前に着いてから晩飯までに昼寝つまり高齢の方が多いので昼寝タイムがあってさ僕も人のこと言えないんだけど <laughs>、はい、僕や青山茶の川さんは昼寝の習慣ないから,だから昼だか余計よく見えたんだけど白いスーツがいやスーツじい,いやシーツがちゃんとケア、はい、してあるんだよ。はい でもなんか黒いのがいっぱいあって青山茶博士が目近づけって「ギャーッあの人あの人虫が嫌いでそれが理由の一つで女のりになったって人だから <laughs> 虫がシーツの上にいっぱいいたんですね <laughs> それであのそういう時はもう僕の出番なのでもう全部こう叩き落として俺全然平気だからどんどんやって。はい 害虫かなーってやつはちょっとうもうあって綺麗、はい、になり、はい、ね、いのね綺麗になりいいので何気なく上を見上げたら、うん、上から第2陣か3陣か知らないけど <laughs> ボタ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 っと見てる前がらボバ,バーッと落ちてくるわけ、えー、気持ち悪いですね今鳥肌立ちましていろんな虫さそれも大小さまざまの <laughs> いい種類じゃないんですか まあこのホテルの厨房にもいるだろうなぁと栄養たっぷりででとにかく <laughs> 青山茶かさん虫があ,のありえないので、はいろいろ交渉したんだけど、はい、満杯で「はい、でどこも同じ作りだ」って言うから <laughs> それであの「とりあえずもうあの排除できんの俺は排除するから」って言って、はい、それであの青山茶かさんをこうやってこうかぶって。はい それで,でもそこから横から入り込むと困るから、はい、結局ネズの番だよ。虫が入ってこない虫虫ハンターで。<laughs> で虫って賢いから、まあ、強敵がいるとなって多分虫があんまり来なくなるんじゃないかと俺はやってたら、はい、そしたらかなり減ったことは減ったんだよ。 ふ、まあね、普段からどうせ鉄が多いから言うようなもんだけど結局、うん、寝れずじまいで,、うん、でやっぱりここは肝心なことを2つやらないといけないね 2> 2つはい 1>, 1つはこれはやっぱ無視できないですよねあものすごいしらけた空気が 2>, 2度気温が下がりました二度僕5度ぐらい下がったんだよ言ってる本人が。 それで今日は一応意外とやっぱり虫さんのうちの一番本当なっていってもねあんまり見たことない虫ばっかりなんでじゃあもうあの細かい虫描写はやめますがやめてくださいその中でも一番元気よさそうなもう記憶にこびりついてますから虫さんに。 ちょっと退辞して悪かったですね。でもよかったらチャンネル登録してください。<laughs> はい、はい、生まれ変わってチャンネル登録してくれるかもしれません。どうせ僕は生まれ変わったら秘密に生まれ変わる予定なんだからそうですね。はい、で、はいはい、はい。えー、皆さんチャンネル登録をお願いいたします。はい。えー、そして独立講演会です。えー、福岡にて六月十一日開催されます。あはい。じゃのお申し込み現在受付中です。五月の十九日の十三時までとなっておりますので。 ぜひお越しください、はいは、えー、そして、えー、皆さんあのお気づきと思うんですが議員生活7年目になっていましてだんだんもう奮劇もですねあのもう限界を超えつつあってですね、えー、それを変えるためにはもうとにかく皆さんとの連帯以外にはありません本当に真面目な話いつも真面目ですけど。 自由民主党の中から帰り以外に日本を救う道はありません私たちと一緒にやりましょうや、はい、って来年9月の自由民主党総裁選挙を一緒に迎えたいと本当に思ってますはいここから党員になる手続きしていただくとこの決して虫が待ってるんじゃなくて三浦一将が待っててくれます <laughs> 一緒にするな <laughs> あの動画の概要欄からお申し込みください。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。